甲賀三郎は、長野県諏訪地方の伝説の主人公の名前。指定の国に迷い込みさまよい、後に地上に戻るも、邪隊となり諏訪の神になったなど、様々な伝説が残されている。大見を舞台にした伝説もある。五代目、市川見ます。脳の甲賀三郎長図国史では、諏訪大社に祀られている神は、竹港人と、矢坂刀り神という名前で登場しており、古事記や、 仙台球児本義では、この竹南方人が、竹南和地の人との力比べに敗れてしまう、大国主神の次男として描かれている。諏訪では、諏訪の神を蛇とする伝承や民話は多く残っており、竹南方人を祀る諏訪大社上社の神事には、流者信仰の痕跡が見受けられる。鎌倉時代には、 諏訪上や城の大法理を務めた諏訪氏が武士化して、北条特捜家のおうち人となり、諏訪大社が鎌倉幕府の庇護を受けるにつれて、諏訪信仰が全国に広まり、軍神として多くの武士から信仰を集めた。諏訪氏の子祖が8歳の時に、諏訪明神に自分の生ける身体として選ばれたという伝承から、大法理代々は、現人神すなわち、 諏訪明神の光栄で明神そのものとして数敬された。諏訪氏がこれを利用して権力を振るい、諏訪神道と称される武士団を形成していく。しかし、幕府滅亡後に起こった中仙台の乱で、諏訪氏の権威は失墜し、カリスマ性を失った大法理から死人は離れた。この時代には大祝賀直伝の演技団ではなくもっと、在地の風景に根付いた演技が求められた影響で、 各地に、諏訪の神を武士として描く、甲賀三郎伝説はその中の一つである。当時は、古事記や六国史は、安易に購読できない資料であったため、中世前期の諏訪演技は、危機神話の影響なしに新たに編纂されたものである。実際には、仙台旧字本義に書かれている竹港人の説話を、諏訪大社の正式な演技として採用する文献は、 諏訪大名人菓氏が初めてである。甲賀三郎伝説には、主人公の名前を諏訪とするものと喧嘩と伝えるものがあり、それぞれ内容が異なる。新東集、諏訪演技のことでは、甲賀三郎伝説は以下のように語られている。大見国甲賀郡に住む安寧天皇から古代の孫の甲賀ゴんもりしたねという、自童が総追武士として、 東国の33カ国を治めた。大和国祖江上軍の児童、春日ガゴの長女をめとり3人の子を儲けた。70歳余りになったシュタは病床に三男のサブロースワを総領として、東海道15カ国の総追武士の職を与え、長男の太郎主松室に東山八カ国、次男の次郎主任に北陸道7カ国の総追武士に任命する。シュタは亡くなり、 三十五日の倒幕用の三日後に奥方も亡くなる。白樺子と立品山三郎が父の三回忌の後に三笠三明神に参詣した時、春日ガゴンりの孫娘、春日姫とちぎりを結び、共に甲賀郡へ帰った。ある日、春日姫は伊吹山で天狗にさらわれて、行方不明になったため、三郎は兄たちと共に全国の山々を巡る。 最後に、品の国にある、立品山の人穴の底に姫を見つけ、助け出した。しかし姫が忘れた鏡を取りにサブロが穴に戻ると、ジロが裏切って綱を切ったため、穴に取り残された。サブロは仕方なく、人穴をさまよい、指定の七十二カ国を通り、最後に、イマン国にたどり着く。サブロは、イマン国の王、吉見沖オの末娘である。 ただし、カズラ姫と結ばれて、国の風習に従って毎日仕掛りをして過ごす。一方、二郎は、カスガ姫を自分の妻にしてサブローに代わって、政治を行い、甲賀の館を占拠した。カスガ姫は二郎に従おうとしなかったため、二郎は逆上し、家来にカスガ姫を切らせることにしたが、カスガ姫は、乳母の妹婿に助けられて、祖父のもとへ送り届けられる。 浅間山13年6ヶ月後、春日姫のことを思い出したサブロは地上に帰ることを決意する。これを受け入れた。ただしカズ姫は彼の後を追って忍び妻となると言った。国王からいただいた鹿の生肝で作った餅をついたち1枚ずつ1000枚を食べながら地上に向かい、品の国の浅間山に無事帰ることができた。 サブロは、黄河に戻ったが、体が蛇になっていたことを知り、父のために作った笹岡の釈迦堂の仏壇の下に身を隠した。すると、黄河サブロの物語を語る僧たちの口から邪神を逃れる方法を聞く。僧たちに言われる通りにしたサブロは、人間の姿に戻り、春日姫と再会した。二人は、新丹国の南にある平城国に行って、 先泣きなしの天使より、神道の法を授かって、人通力を得得した後、日本に戻って、縦品山に到着する。岡屋の里に立った三郎は、諏訪大明神の上宮、春日姫は、下宮として出現した。という名称は、三郎の実名である、諏訪から来ているという。イカズラ姫も後に地上にやってきて、春日姫に歓迎されて、浅間大明神となる。 甲賀三郎と兄たちは、大見国の鎮守、平主大明神が仲裁し、太郎が下屋国宇都宮の次元大明神、介護した次郎が若狭国の田中明神、父が石山大明神、母が日光権言,言として、現れ物語は終了する。伝説の変化系の一例は以下である。大五天皇の時代、品の国餅月に住む源の寄重に、 武勇に優れた三人の息子がいた。朝廷の命で若狭国の光見山の族退治に借り出され、三男のサブロがことのほか活躍した。孔が弟一人に行くことを妬たんだ兄たちは、サブロを深い穴に突き落として帰国してしまった。サブロは気絶したが、息を吹き返し、何とか生還した。驚いた兄たちは逃げ出し、 サブロは兄たちの領地を引き継いで治めた。その後、城兵の乱で軍港を挙げたことで、甲州の半分を賜り、甲賀軍に移って、甲賀大見守るとなった。ありがとうございます。